天水での決戦は劉備率いる蜀軍の勝利に終わり、曹操は巨匠へと敗走した。劉備は攻撃目標を魏西部の大都市長安と定め、天水にとどまって兵馬の増強を図った。これに対し曹操は天水正面の要衝陳倉に軍師芝居を配し、長安の守備には名将張良を任命、さらに胡族の女王蔡文姬を先導して蜀軍の後方を脅かさせる。長安攻略を果たさんがため、劉備は軍を3つに分かち三路に派遣することを決意する。見てろよ兄貴、皆さん方策をお聞かせください。何か良い考えはないか。陳倉城のあたりに劉将殿の元家臣玄関殿が隠れ住んでいるとのこと。劉将殿の遺言と殿の志を解き、新しい世のために共に戦わんと説得しましょう。生徒で懲らしめたならず者が俺を慕ってついてきやがる。仕方ねえから奴らを兵卒の端っこに加えてやろうと思うんだ。性根を鍛え直すいい機会にもなるしよ。張飛の訓練は見てられないね。むやみに兵を怒鳴ってばかりで。私が訓練のお手本を見せたのは。殿、どうなさいますか。よし、この案で行こう。みんな全力で取り組んでくれ。はい。主劉将の言葉は趙雲殿から伺いました。この命劉備殿にお預けしましょう。どうですかこの新兵器、名付けて波状兵です。どーんと城門を打ち破る鉄門と敵にしまして、劉備率いる蜀軍主力は長安を攻撃戦と進撃を開始した。蜀軍の行く手を阻む最大の障害、それは陳倉城である。陳倉城を守る芝居は鉄壁の守りで持久戦へ持ち込み、蜀軍の兵糧が尽きるのを待つ。陳倉を落とさねば長安攻略は果たせない。劉備は城を囲み攻城戦の準備を始めた。戦は人と人が戦わなくちゃいけねえ。機械なんかが戦ってたまるかって。おいおい張飛、美三条か。お前兄貴のこと諦めたのか。くっせえお前。おい張飛よせ。兄貴には朝鮮ちゃんがいるんだぜ。カンはどうなんだ。いやよ、あんなカエルに弱い人。カエルに弱い？あの関羽殿だ。そうなんだよ、関羽は昔からカエルが苦手でよ。こないだも道にカエルがいて、張飛そいつをどけろなんて威張ってから投げつけてやったんだ。朝鮮がいた。って私は劉備一筋よ。明朝陳倉城に総攻撃をかける。すでに波状兵の準備もできている。劉備、こんなところで何やってんの？今都からの急使が来て朝鮮さん死んじゃったって。何？確かな話か。誰かその目で見たとでも言うのか。私に聞いたってわからない。朝鮮が死ぬはずがない。みんな急いで軍議だ。陳倉城を落とさなければ中原には進めない。リリー、ほら行くぞ。よし、軍議を始めよう。偵察隊の報告によれば、城内の守り固く、敵の布陣はわからないとのこと。この戦い、敵総大将芝居の部隊を敗走させれば我が軍の勝利、劉備殿の部隊が敗走すれば我が軍の敗北です。新兵器波状兵の扱いは趙軍殿にお任せします。なるほど。何か良い作戦はあるか？殿、このような作戦はいかがでしょう。門を破り城内に突入できなければ私たちの勝利はありません。そこで殿を中心とする本隊はこの門を攻撃してください。私はこの門に向かいます。ここで妖術によって戦場に響き渡る時の声を上げます。敵は大軍が攻めてきたと思い、守りをこちらに集中させるでしょう。趙雲殿は手薄になったこの門を波状兵で破壊、城内へ攻め込むのです。劉備殿、私の作戦を聞いてください。まずこれらの門を趙雲殿以外の部隊で攻めます。私が趙雲殿に変装して敵の注意を引きつけましょう。趙雲殿は手薄になったこの門を波状兵で打ち破ってください。殿、作戦をお決めください。この作戦で戦おう。みんな行くぞ。はい、おう。お腹の底から声を出して、私がそれを増幅します。上兵を用意しろ。機械連中に負けてたまるか。これは敵の策略か。行くぜ！からかかってこい。撃だ！俺が死に続け！俺が私の前に立って貴様命を散らすな！ いないのだ。あなたが芝居か。なかなかの力を持つようですね。京都警視協会旧霊場と警視協会。泣く子も黙る将棋さばきは俺のことだ。なんだ、楽しめそうなやつはおらんのか。酒が飲めるぜ。どこを見ておる。この趙雲の姿が目に入らぬか。いい度胸だな。だが死ぬのは貴様だ。来い。うわー拙者の負けのようだな。正義の剣に迷いはない。起きな。それとも私の推しを聞かれたいのかい。 旧霊場と刑事協会酒盛りで、まさか拙者が負けるとは。この私に勝てる者などおりません。見通しが甘かったか。敵総大将を撃破、我が軍の勝利です。この手で新しき世を作ってみせる。合戦の勝利により我が軍の戦力が増強されました。